では次にアイコンタクトについて見ていきましょう。アイコンタクトとは、すなわち視線によるコミュニケーション全体のことを指します。例えば目を合わせる時間、ウィンク、目の開き具合、目を閉じる、視線を反らすタイミングなど様々な要素があるのです。さて、目を合わせる文化と目を合わせない文化の人が会話をするとどうなるでしょう。目を合わせる文化の人は目が合わないと非常に不安に感じ、目を合わせない文化の人は目を合わせすぎると怖いと感じることがあるのです。その結果、コミュニケーションがうまくいかなかったり、また誤解を招いたりすることがあるのです。一般的に日本人は会話中、相手の目を5秒また長くても10秒を見て反らすというふうに言われております。これに対して西洋の人たちは話している間、相手の目をじーっと反らさずに見続けてます。ですので、アイコンタクトもコミュニケーションをする上で、それの文化背景の違いを知らなければコミュニケーションの障害をもたらすという場合が出てくるのです。次に、接触、タッチについて見ていきたいと思います。コミュニケーションをしている間に相手の体にタッチ、接触をするという文化も、国によって違います。日本では会話中に相手の体を触るということはほとんどないと思います。また親しい友人と、肩を組んだり手をつないだりするということもありますが、これは子ども時代にはよくやりますが、大人になるとあまりしなくなります。しかし、例えば韓国では仲のいい大学生の、女の友達同士は手をつないだり肩を組んで歩いたりということもするのです。接触について、研究した、データがあるんですけれども、左から、異性の友人、また、同性の友人、そして母親父親ということで、日本とアメリカ人の違いを、表したのがこの図です。見て分かるように、アメリカ人では会話中に他者の体をよく触る、黒くなっているところがその部分なんですけれども、かなり割合が高くなっています。その反対に日本の文化では会話中に接触するというところが、手のひらを除いてはほとんどないというのが特徴的です。次に、コミュニケーション中相手と会話をしている時の距離というものも非常に重要になってくるのです。非常に親しい友人ですと、特に西洋の場合では話す間というものはとっても近いなります。これは日本人の親しい友人同士の間よりもさらに、距離が縮まっていると考えてください。そして、それほど親しくない人、また会社とか付き合いの人々、それによって立つ距離も変わってきます。しかし相対的に言いますと、日本人と、西洋の人たちでは日本人は立つ距離が少し離れている、西洋の人たちは距離が近いというふうに考えられます。次に、時間も非言語コミュニケーションに含まれます。例えば待ち合わせの時間が7時だと、あなたは何時に行きますか。日本人は比較的時間に正確であると言われます。人によっては決められた時間よりも前に行くこともあります。しかし、ある文化圏では予定の時間よりも遅れていく方が良いマナーとされることがあるのです。7時だったら、ペルーの友人は5時に設定すれば7時に来ると言われます。ドイツの友人は7時直帰しに来るというふうに言われております。異文化コミュニケーションの時間の概念の中には、モノクロニックタイム、そして、ポリクロニックタイムの2つの要素があるというふうに言われます。俗に M タイムと呼ばれますが、これはスケジュールがスケジュール通りきっちり ABCD の順番に行われるような時間の間隔です。これに対して P タイムの方ですが、同じ時間帯に様々なことが同時に、並行して動くというような考え方です。ですので M タイムは、スケジュールがとっても重要な、要素になってきます。スケジュールを守ることによって人々の間に信頼関係が成立する、約束を守ることの大切さやビジネスパートナーとしての信頼が生まれます。しかし P タイムに属する文化の人たちは、スケジュールよりもその人の個人的な、
状況の方が優先させられます。例えば時間通りに来ないのは、何かその人にもっと大切なことが起こったのではないか、またその人に不慮の事故などが起こったのではないか、そういうような考えによってスケジュールよりも人を大切にするということになります。これまで私たちは M タイムと P タイムについて見てきましたが、 M タイムに入る国の人たち、それは我々日本人や、まあ、韓国人、またドイツの人たちが代表的です。また P タイムに入るのはラテン系の民族が多いといいます。例えばブラジルの人、イタリアの人、スペインの人たちがこちらの方に含まれるというふうに言われております。続きまして沈黙ですけれども、これもコミュニケーションの概念の中に入ります。沈黙は金、雄弁は銀など、日本では沈黙というものに対して非常に重要な意味を持ちます。また会話における沈黙の順番ですけれども、アジアは、まあ、人が喋ればその次に少しの間ができ、また次の人が喋って間ができるというふうなモデルになります。これに対して欧米の人たちは会話と会話の間に間がなく、つながったようなイメージになります。南米では人が話している時に次の人が話すというような非常に重層的な会話の間の取り方になります。まあ、沈黙の良い点ですけれども、人々が、まあ、思慮深い、相手の話を尊重する、信頼できるっていうふうな面で評価される。その反面に沈黙が尊重されない国では、自信がないのではないか、やましいことがあるのではないか、また意見がないのではないかというふうに沈黙の意味も大きく異なってくるのです。さて、これまで私たちは非言語によるコミュニケーションを見てきました。非言語コミュニケーションには表情、アイコンタクト、タッチ、距離、時間など様々な要素があったと思われます。文化背景が異なると、これらの様々な非言語によるコミュニケーションのミスが生じることがあります。例えば会話中に相手の会話を遮ったり、また時間が空いたりすること、相手の目を見ない、タッチをしない、距離が遠い、こういうことが、様々な文化の違いによって現れてき、コミュニケーションの、誤りを生むということが、この文、理論によって説明されたと思います。それでは続きまして、本日の講義のまとめに入りたいと思います。東京外国語大学の歴史は古く、江戸時代の蕃書調べ書に遡ることができます。以来150年、日本を代表する語学の教育機関として、さまざまな分野で活躍する数多くの人材を輩出してきました。東京外国語大学に学ぶ学生は、志願時に26の言語の中から選択した専攻語を 1,2 年生で集中的に学習します。同時に言語が用いられている地域に関する地域科目を履修し、総合的な理解を深めていきます。さらに 3,4 年生では言語情報、総合文化、地域国際の3つの履修コースのいずれかを選択し、専門性を高めていきます。一方で2004年度より学部大学院一貫5年生の高度専門職業人養成を目的とした特化コースを新たに設置しました。このような教育プログラムを通じて、学生たちは国際的な舞台で活躍できる人材へと育っていきます。勉強は国内だけではありません。2009年現在、32カ国、1地域で66の大学と学生交流協定を締結し、毎年70名前後の学生が派遣学生として海外で学び、協定校以外にも私費等により1年程度、毎年200名以上が様々な大学に留学しています。もちろんキャンパスは国際色豊か、さまざまな国からやってきた留学生が日本人学生との交流を図っています。21世紀の地球社会と対話して行動する東京外国語大学は、すべての学生がそのような醍醐味を味わうことができます。
インターナショナルなそのキャンパスを一度皆さんも訪れてみるといいでしょう。